皆さん、こんにちは。今回取り上げるのは、長年テレビや映画で役者として大活躍の江口洋介さんです。これまでに数多くの俳優さんと共に演技を重ねてこられました。そんな江口さん、共演者との仲はどうだったのでしょう。そんな江口さんの薬物疑惑、篠原涼子さんとの熱愛不倫、そして鈴木保奈美さんとの熱愛破局、性癖に至るまで調査してみました。簡単なプロフィールは次の通りです。生年月日、1967年12月31日出身地、東京都豊島区、身長185センチメートル。まず江口さんは俳優や歌手として活躍をしている方ですね。東京都豊島区出身で、1987年に映画湘南爆走族で主人公の江口洋介役に抜擢されました。湘南爆走族はもともと原作が漫画で大人気だった作品です。テレビドラマ主演デビューは1987年の単発ドラマである翼をくださいでした。その後1990年代のトレンディドラマ時代の常連でもありました。東京ラブストーリー、愛という名のもとになどの数々の作品に出演をしていました。さらに1993年、1997年に放送された一つ屋根の下シリーズでは最高視聴率 38% を記録する大人気ドラマとなりました。その後も救命病棟24時、白い巨塔などの医師役もこなすなど幅広い役に取り組み、俳優としての地位を確立しました。プライベートでは歌手の森高千里さんと1999年6月3日に結婚をしています。2000年2月に長女、2002年5月に長男が生まれています。江口さんと嫁である森高千里さんは1995年の阪神・淡路大震災救済イベントで泉谷茂さんのバンドに以前からファンだった森高千里さんがドラムを担当すると聞いて、江口さんはベースギターを担当したことがきっかけで交際が始まったようですね。夫婦がどちらも売れている芸能人で家族が仲がいいというイメージのある夫婦ではないでしょうか。しかし最近は芸能界で薬物が蔓延していて、多くの芸能人が薬物使用で逮捕されていますね。江口さんにも実は薬物疑惑があるようです。その理由としては2009年に逮捕された酒井紀子さんにあるようです。酒井紀子さんは元旦那である高宗さんと一緒に薬物を使用していたことで逮捕されていますが、酒井紀子さんと元旦那を出会わせた人というのが工藤静香さんと言われています。そしてこの工藤静香夫婦と酒井紀子夫婦、森高千里さんが仲が良かったという話があります。結婚していて子供がいてという、同じ環境で芸能人ということで結びつきが強かったようです。そういったことから噂が出てきてしまったのかもしれませんね。続いて江口さんと篠原涼子さんの熱愛不倫についてですが、2016年5月、江口洋介さんと篠原涼子さんが深夜の焼肉店で密会デートする姿が週刊誌に報じられました。同誌によれば2人は10年ぶりに共演したドラマがきっかけで急接近したとのこと。江口洋介さんと篠原涼子さんといえば互いに芸能界を代表するおしどり夫婦なだけに、この熱愛不倫報道は世間をざわつかせました。お互いの印象について雑誌の対談でこう語っています。見た目だけではなく内面からかっこよく綺麗で輝いている女性は素敵ですよ。篠原さんなんてその代表格ですね、と江口さんが言えば、篠原さんは同じことは40代の男性にも言えると思います。肉眼で見ていてもその溢れ出るかっこよさはわかりますから。江口さん演じる文雄は本当にかっこいいです、と答えていました。熱愛不倫が報じられるきっかけとなったドラマとは、二人の共演ドラマについてまとめました。共演ドラマ1、アンフェア。2006年1月から3月まで放送されていた人気ドラマアンフェアで主演を務めた篠原涼子さん、江口洋介さんは
2006年10月に放送された続編のスペシャルドラマから公安の佐伯仁役として出演されていました。共演ドラマに大人女子アンフェアで共演した2人が10年ぶりに共演したドラマが大人女子です。篠原涼子さんは主演の40代独身 OL の中原明役を、江口洋介さんは偏屈な作家の高山文夫役を演じました。このドラマの共演がきっかけで急接近したと言われています。大人女子では2人の濃厚なキスシーンが話題を呼びました。最後に鈴木保奈美さんとの熱愛破局についてですが、江口さんの仲が良かった共演者も見ていきましょう。仲のいい共演者1、織田裕二さん。江口洋介さんと織田裕二さんが共演した作品といえばやはり東京ラブストーリーです。しかしそれ以前に2人は映画で共演していました。その作品の名前は湘南暴走族で、東京ラブストーリーより4年も前の作品です。それから東京ラブストーリーの大ブレイクを経て2人の仕事選びは大きく変わります。いつまでも主役にこだわりたいのは織田裕二さん、一方の江口洋介さんも主役を中心にドラマや映画に大活躍されました。しかし2012年の映画ハヤブサ遥かなる帰還で脇役を演じます。主役は渡辺謙さんでしたが、最初脇役を演じることを拒んだという江口さん。しかし湘南暴走族に関わった関係者の説得でついに江口さんは脇役を了承します。それからは演技の幅がぐんと広がり、主役はもちろん悪役までこなせる俳優に成長したのです。仲のいい共演者に福山雅治さん、こちらも大ヒットしたドラマ一つ屋根の下で共演していた江口洋介さんと福山雅治さん、私生活でも仲が良いという噂があります。しかしお互い芸能生活が非常に忙しいのか、頻繁に会ったりすることはないようです。江口洋介さんは非常に家庭を大事にしているので、友達と遊ぶ時間はあまりないかもしれません。2015年秋に福山雅治さんが結婚した時に江口洋介さんは祝福のコメントをしているので、犬猿の仲ということは全くないようです。江口洋介さんは俳優業だけでなく音楽活動をされています。2017年のライブの際には、福山みたいな曲がいいとか思ってんでしょと冗談交じりのトークをしたそうです。ライブで歌う曲はロックなテイストが多く、ラブソングはほぼない江口さん。一方の福山雅治さんは桜坂をはじめ数々のラブソングをヒットさせてきました。俺も桜坂にちなんで梅坂って曲でも作ろうかなと言って場を笑わせたと言います。1990年代は恋をした夜はいや愛は愛でなどのヒット曲を披露していたのですが、次第に俳優業だけに絞っていました。これからはライブ活動も盛んに行ってくれるかもしれません。鈴木保奈美さんについて、江口洋介さんと鈴木保奈美さんは東京ラブストーリーで共演しました。それがきっかけで2人は交際に発展、タヒチに旅行に行ったことを写真週刊誌にスクープされました。しかしすぐに2人は破局してしまったそうです。破局後にまたトレンディドラマ愛という名のもとにって共演した江口洋介さんと鈴木保奈美さん。このドラマも東京ラブストーリーも実は同じプロデューサーの太田徹さんが担当していました。実は鈴木保奈美さんは太田徹さんと不倫関係にあったと言われていたのです。ですから同じドラマで育ててもらった江口洋介さんは恩義を感じてカモフラージュとして鈴木保奈美さんと交際したふりをしたという説があるのです。一方別の説もあって、本当に2人は交際していたけどもすぐに破局、鈴木保奈美さんが太田徹さんのことを忘れられなかったからという理由とのことです。どちらが本当かはあたりの本人から聞かないと分かりません。ところで
江口洋介さんと森高千里さん夫妻には驚くべき性癖があるという噂があります。夫の江口洋介さんは足口で西麻布の SM クラブの常連だったそうです。数時間にわたって女性のふくらはぎを舐め回すプレイが得意だったとか。森高千里さんとの結婚前から SM ホテルに通っており、頼むから踏んでくれが口癖だったそうです。またコックロックを使用したプレイも噂されていました。一方、森高千里さんの趣味はスカトロだと言われています。江口洋介さんはマゾッケが強いので割とすんなり受け入れたとか。その SM クラブには江頭二時50分さんや田中義武さんも通っていたという噂もあります。 SM で気があったからこそ結婚に至ったのかもしれません。いかがでしたか？これからも江口洋介さん夫妻、そしてお子さんも幸せな家庭でいてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。